世界中の電線を流れるエネルギーから今日も暮らしやものづくりは始まる。だからこそ日立は考える。地球に優しい社会へ。始まりを変えればゴールは近づく。サイレントイノベーション。そんなサイレントイノベーションを支えている日立で働く人を紹介します。今やはりその化石燃料が高騰していて電気代が上がってるっていう、まあ身近なこういった課題に対しても原子力、いろんなオプション、原子力を含めたいろんなオプションを揃えることで電気料金も下がりますし、まあもっと大きな話で言えば日本のエネルギー安全保障に貢献していくということができるんでは、そこにつながっていくというところが非常に大きいかなと思います。塚原達也と申します。私は今原子力事業部の、原子力プラント計画グループというところに所属しています。私は今新型の原子力発電所の開発に携わっています。小型モジュール炉、世の中では SMR と呼ばれる原子炉のタイプなんですけれども、これ今までのものよりも小型で、シンプルで安く作れるというところで、これからクリーンなエネルギー導入したいというところで非常に一つのゲームチェンジャーな技術だというふうに思っております。で、何をしているかというと、その仕様を決めるという仕事をしておりますので、仕様を決めたらそれを今度その仕様に基づいて物を作っていかなきゃいけないと。でハードの設計をする部隊と調整をしながら、あまりスペックが過剰になりすぎないように、実際に作れるレベルと求めるレベルのいいバランスを取りながら設計を進めていくと。カーボンニュートラルに向けてと言いますと、やはり原子力が提供できる価値というところは、安定したエネルギーの供給というところと、クリーンなエネルギーの供給、ここの部分だと思っています。安全で信頼のできる原子力発電所を提供していくことだと思いますので、そこに向けて、今、目下ですね、国内原子力発電所の再稼働というところを、弊社の方では注力してやっておりますし、この先の時代を見据えて今私が取り組んでいるような新しい原子炉、さらに安全性を高めてより多くの人に信頼して使っていただけるような原子力発電所を作っていくというところを、これから注力してまいりたいと考えています。世の中にインパクトを何か与える、インパクトを残せる仕事がしたいというふうに考えています。でまさに今取り組んでいるその小型モジュール炉のプロジェクトというのは、原子力業界の中で最先端を行くような、これからの時代を作るようなプロジェクトですので、それをきちっと成功させて、そして世界の日本にこう自分が携わった事業が何かインパクトを残していくっていうところが、私の夢であり目標です。原子力はすごい高い安全性が求められる分野なので、自分一人の力では解決できないような問題もたくさんあります。そういったものに対して、チームで一丸となって、でそれに取り組んで、で、解決できた時、理解を得られた時というのがやりがいを感じる時ですかね。小野光平です。所属は日立 G ニュークリアエナジーの原子力設計部に所属しています。私が担当している機器は、数百点の部品で構成されていて、でその中で、その部品のサプライヤーさんであったりお客さんである電力会社と、協力しながら、その機器を作り上げていく、そういった業務をやっています。日々の生活の中で感じることというのは、報道や新聞の中で、原子力が取り上げられているということ、そこで再稼働に向けた動きであったり、稼働年数の延長といったようなことが取り上げられているということから、自分の業務の影響度というのは感じているところです。日本政府から GX 方針が出されたというのは、日本のエネルギーにとっても非常に大きな転換だったかなと思っています。ようやく世論も少しずつ原子力に対する見方も変わってきてますし、ただ原子力の業界全体としての状況というのはあまり良い状況ではありません。というのは2011年から10年以上も原子力発電所が全部止まっているというような状況が続いているので、なかなかその
事業全体に対してのこう体力がなくなってきているので、まあ、そこを支えていくっていうのがまあ、これから我々がやっていかなくちゃいけないところかなと思っています。今、まあ、原子力の業界というのはかなり厳しい状況にあります。でこの、まあ、厳しい状況を乗り越えて、で原子力の稼働率を上げていって、で日本のエネルギーの基盤を作り上げていくというのが私の夢です。始まりを変えればゴールは近づく。サイレントイノベーション。